今日はあなたのピンセットに応じて光の角度を調整する方法をお見せします。あなたは長い先端のピンセットを持っている人もいれば、短い先端のピンセットを持っている人もいる。私は好きです。しかしピンセットによっては光の角度を調整する必要があります。ピンセットをどこに置くかによって正しい方向が異なる場合があります。そのため結晶機が映画するのに時間がかかると感じるかもしれません。ですのでピンセットの刻を先に設定すると湯側は少しずれるかもしれません。この接頂球の部分は光の中心に来るべきなので、映画するのに少し時間がかかるかもしれません。そうすれば映画します。すでに映画していますが、より早く映画させるためにはピンセットを使うので、ピンセットを置く位置を調整することが本当に重要です。したがって接着置きの部分、このスライドの中心に位置します。これにより映画時間が短くなります。